それではラスト、こちらケーキ坊主やっていきます。はい、これ結構有名ですね。めっちゃやってますね、人が。そうなんですね。うん、多分一番やってるんじゃないかな。多分全体見てやはりケーキ坊主が一番やってる感じですね。ランダムが一番よくやってるけどね。まあまあ、ランダムはランダムですからね。そりゃそうだランダムが、はい、それは当たり前です。ということでケーキ坊主やっていきます。レギュラーとデュオーズ、あ、デュオーズがあるわ。2人でやるタイプ、デュオーズやってみましょう。レギュラーが4人なんですけど、デュオーズは2人なんですよ。あ、そうなんですね。はい、で多分チーム分けもどっかありました。6チームかな、8チームか。チーム何ですかね、ゆうなさんは。何色になってます今。紫。なんだ俺今紫になってますね。ピンクか。何か分かんない。あ、ピンクチームになりましたって書かれてます。あ、じゃあ一緒ですね。オッケーオッケーオッケー。あ、あ、分かんない。俺もピンクチームに参加しましたって出てます。はい。私俺レッドになってる。え、じゃあレッドになった方がいいかな。俺もなんかドラントさんがピンクになってたんかな。じゃあレッドに変えます。あれ、あ、ゆなさん、あなた、はい、レッドになってます。わかんないです。あ、こっち来てもらって、あの羊見てもらえますか。羊を、赤い羊を一番反対側ですね。時間がない、ない、ない、ない。赤い羊を押してもらっていいですか、なら。押されて、あ、押されちゃった、誰か。あれ、押されちゃった、誰か。赤い羊人気やね。まあいいや、やっていきましょう。あ、ゆうさんと違うチームかもしれない。赤いチームですよね。はい、赤いチームです。俺赤いチーム。ゆうさんは何チーム？ピンク？ピンクになっちゃった。まあいいか。よくわかんない。対戦しましょう。なんかね、隣のとこピンク文字やから。ああ、ほんと。ああ、じゃあもう仕方ないわ。これは戦いましょう。間に合わなかったとことか。うん、間に合いませんでした。はい、レンガ、エメラルド、どうしようか。とりあえずこっち行こうか。これも行こう。進もう進もう。あ、でもこれあれしないといけないね。買わないといけないね。そうそう、買わないといけないですよ。ジェネレーターがあるんで、それで買っていってですね。よし、オッケー。よし、エメラルドゲット。うわ、来た。沸くんじゃねえよ、この野郎。この野郎は緑チーム目。あー、待って、取られた。やられた。しまった。まずい。よく分かってないからね。まずい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 。ケーキ狙われる。ケーキ狙われるんじゃん。まずい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 。やばい、ケーキ狙われる。ケーキ狙われる。ケーキ狙われる。ああ、あ、終わっちゃった。あ、早い。ちくしょう、先越された。ごめん赤チーム。ごめんよ兄さん。兄さん、兄さんごめん。あ、兄さん死んじゃった。ユウさん生きてるんだ。生きてますよ。二人で隠してる今。おお、すげえ。あ、いた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 。ちょっと見学しよう、ユウナさんの。新しい浮遊島が完成、誕生しました。これか。なるべくこのビーコンがあるとこに行った方がいいっすよ。ビーコン？ビーコンがあるじゃないですか。ああいうところに行って、ジェネレーターを起動すると、あのレンガとかがあるじゃないですか。レンガが、増えたりするところに、エメラルドが増えたりするんですよ。あ、皆さんそうやって後ろで置かなくてもいいですよ。まっすぐ向いて置けますよ。今置けないです。おー、すげえ。置いてくれた。ありがたいね。ありがたい。多分分かってないんだと思ってるかもしれん。なんかあるんだね。あれ、ケーキ食べられた。あ、パープルか。あ、紫ね。ひなさんとかまだ大丈夫ですよ。お、行く。あ、行った方がいいかもしれないですね。食べましょう。これだって置くんですか。まっすぐ向いて
普通にちょっと下向いて端っこあたりのところをできない。まあとりあえず行きますか。ここに落ちた。落ちたい落ちたい。しまった。しまったね。でも戻ってきた。持っております。大丈夫、ケーキがあるんで大丈夫です。はい、さあピンクチーム頑張って。頑張れません。ピンクチームケーキ食べられてないからまだチャンスありますね。あ、すごいな。まさかの落ちるっていうね。お、でもパープルって食べられてなかった。もう終わってますよね、パープルは。私ピンクですね。うん、いや、相方さんがなんかパープルとか言ってるから。おっと、皆さん言ってるね。でもそこももう倒してるから終わってますね。え、ケーキ、あ、ほんまになくなってるでしょ。だって隠してあるから分かんなかった次行くところはその隣かな。そっち行っちゃう。お、行っちゃう。来たよ来たよ、いるよいるよあ、倒した。落ちた。すげえ。いや、落ちただけですよ相手が。あ、そうです、キヨさん黄色いった方がいいですね。そこを取っちゃいましょう。あ、ジェネレーター取ったですよ。ジェネレーター、何これ。それそれ、その中、あ、でも後ろ切る、後ろ切る、後ろ切れる、切る切る切る。あー、やられた。感染側にもありましたって言って戻るっていうね。そうそうそう、ケーキがあるんで大丈夫です。そうです、そんな感じで。はい、さあ頑張って。あ、来た、黄色来たよ、黄色来たよ。皆さん後ろ気をつけて皆さん、いや、戦ってくれてるから大丈夫いや、どうする、どうする。黄色来んのかやんのかって言ってる。あ、ブロックなくなった。あー、来た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 。皆さん、あ、倒せ倒せ、落とせ落とせ落とせ、頑張れ皆さん頑張れ。あー、やばい、食われる食われる。食われたらやばいね。あ、やばいやばい、穴開けてる穴開けてる。やばいやばいよ、いけいけいけ。あー、やばい、頑張れ頑張れ。食われる、食われたかな。止まったはい、ということで今回はマインプレックス後半戦やってみました。皆さんいかがだったでしょうかはい、もう続けちゃいますまあいろいろね、面白いゲームもあるんで、よかったら皆さんやってみてください。ケーキウォーズのデュオがなかなか熱かったと思います、俺の中では。ゆうのさんはどれが良かったですか。どれが良かったかな。全部やってみてどれが良かったかな。前半戦はもう覚えてないんで後半戦でって言ったらどれかな。スピードビルダーズどうでした。まあまあ面白かった。ケーキウォーズは面白かった。ケーキウォーズ面白いですね。相方さんが頑張ってくれて俺すぐ負けちゃったよもう敵が強すぎたっていう、本当ねでもやっぱやってみるとすごい面白いです。はい、はい、じゃあ終わりにしましょうか。それでは、はい、はい、ではそれでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイ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 。そういえばスキン変わってますが、ちょっとあのスイッチの方が、バグで動かなくなったんで変わってます。はい